はいどうもヒョードルです。すすめキノピオ隊長、続きをやっていきたいと思います。もっと不思議なタッチストーン、これエピソード1の3ステージ目か4ステージ目に不思議なタッチストーンってステージがあったんですよね。でもそれのもっと複雑な版ですよってことですね。そしていつの間にかキノピコちゃんになってた。久しぶり。これなんかこう、あ、入れた。なんかちょっとイレギュラーな感じの。こっちもなんか同じ要領で入れそう。よし。これなんかいいのかな、こんなやり方で。せこい感じするわ。で、どうしようかな、これ。離れちゃうのか。ちなみにダイヤはあそこですね。なんか完全に敵に囲まれてて、あれどうやって取るんだろうな。ここに登ることはできますが、ああ、わかった。なるほど、なるほど。ここに入るところがありますね。ああ、なるほどね。敵の高さは変わらないから、はいはいはい。カゴメカゴメみたい。んで、で、ここからどうすんだろう。なんかこう、高低差で見えないものが。おお、こういうことだな。これ、ああ、なるほど。ずらせば敵がずれるんで、でこれ今度はこっちかな。これで向こう回り込めると思います。やっぱり、よし、これで抜けてスターゲットです。今度はあれですね、多分スタンプはタッチ回数だろうな。やっぱりちょっとこれは挑戦しますかね。せっかくなんで行ってみたいと思います。解き方は分かってるから、まず、こうかな。ずらして、でここに入って、で戻ると。で、これを上げれば、これで3回ですね。あと3回か。これ多分1回やんなきゃダメだと思うな。で、これ、ああ、これで合計6回かな。で、これでいきます。よし。多分6回のはず。数え間違えてなければ。よし。スタンプもゲット。コンプリートしました。ということで、次進みたいと思います。どうもありがとうございました。